けんじゃん、いけんじゃん。最近さ、水漏れでさ、うん、洗面台使ってないんですよ。怖いし、臭いから、うん、ここで髪乾かしてんの。なぜここでって感じだけど、なぜかここで髪乾かしてんの。あのお風呂上がった後ね、でこうやってやったらさ、ディフィーがさすげえもうこの辺の距離とかにいたりするの。おい、でドライヤー苦手なはずなんだよ。今までそのお風呂ドライヤーもう何回か挑戦してダメだったからさ、諦めてたんだけど、うん、ちょっと慣れてきてねって思ってさ、いつもそのこの距離でこうやってやってないからさ、うん、すごい遠くでやってる、まあ、遠くにいるやつじゃんこいつ、うん、立ってやってるしさ、うん、洗面台の端っこでやってるからさ、うん、高い位置にいるやつだったわけよこいつ。でもなんかいつもの部屋の低い位置にいるやつに今なってて、なるほど、毎日なってるから、うんうん、もしかしたら慣れてきてんじゃないかな。しかもディフちゃん今出てきたしね、このなんかいたのに。確かに。かといって好きでは絶対ないと思うんだけど、うんうん、なんかギリもしかしたら、うんうん、ドライヤーって生きるのかみたいな、ね、ああなるほど。ルノっちゃダメかもしれない。うんうん、挑戦していいですか。お、まあ濡れてないけど、うんうん、こうやってやってんのよ。そうそうそう、ちょっと風当ててる。ちょっと当てれたんだけど、なんかちょっと嫌だなみたいな感じで、昨日初めてそれ挑戦したら、うん、ちょっとだけできて、はい、でもなんかこんな感じでのそのそいなくなっちゃったんだけど。そう、これリハビリしたらいけるんじゃないか。いけるかもしれないですね。ちょっと可能性感じてます、うん、ジャックでやる。嫌です。嫌みたいです。来たじゃない、リフチン来たじゃない。お、この近くに行っても、うん、こいつ自体がすっごい怖いとかはもうなさそうじゃん、うんうん、この距離にいるから。そうですね。よし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 、嫌だ。ダメだって。もうちょっとリハビリが必要そうです、うん、風に以上、風にも慣れてくるかもしれない。そう、慣れてくれたら本当めっちゃいいんだけどね、うんうん、いけんじゃん、いけんじゃん、いけんじゃん。これ当たってるよ。ねえ、これ当たってるよね。いけるいけるいける。やる。今ダメか。今ダメ。ああ、ダメか。ごめん。ごめん、ごめん。よく張った。伸びた。かっこいい。戻り戻りなさい。いけてるじゃん。次ドライヤーいけるじゃん。まさか水漏れの弊害。こんなところに、ホースを押すとは。おケアが儲かるじゃなくて、天井から漏水するとディフィーがドライヤーになれるじゃない。これ令和版のやつでしょ。
解体するぞ。このデスクは処分します。土台はベーコンにあげて、上の天板は売るか捨てるかします。ちょっと猫たちは一旦危ないんで部屋から出てもらおうかな。重いんでね、すっごい重いんで。やるぞ。ティフチン解体終了。ドライバーが役に立った、電動ドライバー。ティフチン解体終了。くんくんくん。